最近日本からのダークオープレイヤーが急激に増加しているんだ。それも一人や二人の話じゃない。数十人、数百人を超えるレベルだ。この事実を受けて、せっかく遊んでくれてる彼らのために僕たち上にできることはないかな。いろいろ考えてみたんだけど、君たちの意見も聞きたい。日本人はガチャが好きよ。とにかくガチャさえ引かしとけばあいつらは満足するわ。それは喜ぶだろうね。石をいっぱい配るってのはどう？それももちろん考えたんだけど、昔聞いたことがあるんだ。東京グールのゲームではあるキャラクターを出しておけば日本人はみんな喜ぶらしいんだ。ムカデカネキって言うんだけど、今回はそれをスペシャルストアに並べてみようと思う。みんなどう思うかな？すごくいいやん。Yeah, boy. はい、というわけでついに手に入れましたよ、ムカデカネキ。なんか今週なぜかこのスペシャルストアにムカデカネキが並んでたんだよね。なんか先週はムカデカネキとか、まあ篠原さんとか僕交換しますけど、そういったキャラクターのなんていうか380ピースもう丸々とつれるやつ、覚醒フル覚醒まで持っていけるキャラが消えちゃってたから、あ、これもう終わったんだなと思って諦めてたんだけど、まあ今週になってついにムカデが並んだということで、はい、ソールドアウト買わせていただきました。しかもこれムカデ欲しかったし、このムカデの下に篠原さんがいるんですけど、あの新田プロとの暴走新田じゃない方ね、この篠原さんディフェンスタイプでもうめちゃくちゃこう最強クラスって言われてる篠原さんで、これもついでにフル覚醒でゲットできたので、もうマジで嬉しい。これ一気に俺のパーティー強くなった気がしますね。で、育成2人とも、終わってないんですけど、とりあえず今回レベルだけ上げたムカデ、使っていこうかなと思います。で、ムカデなんだけど、進化させきれてないんで、まだこの、なんていうかな、カードは青いままですね。これもっと進化させていくと、多分このね、有馬とか、このマルデさんとか、今キラキラ光ってるこの、新田プロトの篠原みたいに、枠が紫になっていくんですけど、まあ、この緑のね、デュアルブレードのアモンは、本当に進化進んでなくて、まだ緑色のままなんですけど、どん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 進化進めていくと、SR のキャラ、SSR のキャラ関係なくですね、この枠の色がどんどん変わっていくと、いうことで、まだムカデは育成途中なんで青色ですね。かっこいいっしょ。イラストめちゃくちゃかっこいいよね。こんな感じですね、イラスト。あ、見せたかな、あのキャラ紹介の時に。で、3D モデルがこんな感じですね。で、進化はですね、まだこのプラス3までいけてません。プラス2までですね。このプラス3の次ぐらいで紫色になるのかな。で、まあ、スキルも4までです。レベルと多分、グロー、進化させないんで、このスキルもレベル4までしか上げれてない状態。あと、ここから先はピースがいますね。で、はい、スターですね。これが380ピース、必要なやつです。これ、星5まで、上げれてます。まあ、アタックプラス 10% とかいろいろ書いてますけど。はい、こんな感じですね。まあ、スタンさせれるエネミーのレンジが、まあ、10460301っていう、まあ、よくわかんない数字が並んでますが、まあ、範囲が広がったぞということではないでしょうか。というわけで、フル覚醒、させることができました。いいよね、このシステム。まあ、ピースどうかなと思ってたんですけど、結構いいですね。まあ、そのピースを、スキル上げるのにもピース必要なんですけど、スキル上げるのを使うか、まあ、貯めて、必死に貯めて、まあ、この覚醒に使うかみたいな、まあ、そういった、まあ、人によってね、育成の手順みたいなのが分かれてくると思うし、まあ、結構このピース制度、気に入ってますね。で、このスペシャルストアに、並ばせてくれたおかげでですね、石8000個で、まあ、もう本当強いキャラ2体がですね、フル覚醒まで持っていけるっていう、すごくない？これ多分ガチャ引くよりか本当に海外のゲームって良心的だなと思ったんですけど、まあ VIP ガシャをね、10連2000
40個ぐらいいるのかな。まあそれを4回、まずよりかはまあ8000個貯めて、まあガチャの楽しみはないけど、まあ、自分の欲しいキャラが回ってきた時にはですね、それを交換できるという素晴らしいシステムだなと思いました。では、クエストの方ちょっと行ってみましょうか。まあ、せっかくだからちょっとコクリアに来てみたんですけど、僕コクリアリセットしたんでね、弱いんですよ敵が。うん、まあ負けるよりかはいいでしょ、弱い方が。はいはい、かっこよくない？あ、見せたよねこれ、ムカデの紹介動画で。これほら、はいはいはい、ぐるぐるぐるズバーンみたいな、すごい空中でスピンして相手にカグネを突き刺すみたいなね。なんといってもね、このかっこいいのがね、ちょっと敵がいないところでやろうかな、見せたいんだよね。スローモーションで見せれたら見せたいんだけど、このリゼカグネとムカデカグネをズバーって出す、もうめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいんだよな、これさ。どのゲームでもさ見れなかったから、このリゼカグネプラスムカデカネキの、ムカデのカグネが一緒に出てくるシーンっていうかさ、もうほんと見たかったんだよな。このスピンね、ルート A のコクリアで篠原さんと戦ってる時に、やるすごい迫力の戦闘シーンなんですけども、まさかゲームで見られるとは思ってなかったわ。ちょっと敵が弱すぎたかな、ちょっと育成しきれてない状態で勝てるかどうかわかんないですけど、ノーマルクエストに行きました。今17、アクト17まで来てますね。はいはいはい。まあ篠原さんが待ってくれ、ムカデで倒せてないんだけど、篠原さんがさ無双しすぎてさ、ここなんかオールオブジェクトを壊せみたいなミッションなんで一応壊していきますけど、多分これ篠原さんが敵を殲滅するから、まあ全てのオブジェクトは壊せないだろうな。ムカデが走った時にカグネのなびき方みたいなのは、CT の方が好きなんですけど、このムカデの 3D モデルに関してはグルカルよりかは結構なんていうかな、緻密に作られているというか、カグネのツヤとかもそうですね。立ってる時のなんていうんだろう、立ちモーションっていうのは、カグネじゃねえわ、手がね前に両手をブラーンと垂れてればグルカルの、3D モデルの立ちモーションだと思うんですけど、これはあれですね、やっぱこのゲームダークオー独特の走り方と立ち方ですね。ちなみにインボケはあれだね、指振ってたね、漫画みたいな、再現されてましたね。はい、ズババ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 ン、これ何回当たってるんだろうな。はい、突進、多分この突進が敵にスタンを与えるやつだったかな。はいはいはい、ここのボス敵は誰なんだろう。ていうかあれだわ、これ篠原さん連れてきたの間違いだな、こいつが全部倒しまうわ。まあでもあれでしょ、篠原さん、まあいずれ回ってくると思う。今黒岩が確かストアに並んでると思うんですけど、記憶上黒岩はそんな話題に上がらなかったですね。その海外プレイヤーの方がなんか親切にいつも教えてくれるんですけど、黒岩は話題には上がりませんでしたね。まあ、もしかしたら、交換した方いたらですね、黒岩と篠原比較してみてほしいんですけど、まあ、篠原と同等のスキルというか技構成なら、まあ、別に黒岩と篠原どちら交換してもいいような気がしますね。でこのリザルト画面というか勝利画面の時のムカデのモーションもさかっこよくない？これは確かグルカルとよく似てるかな。じゃあこのステージラストにしようか。はい、いやマジかっけえ、この3つ目のスキル、3つ目のスキルのさ、この篠原さんをぶち抜く時のね、リゼカグネとムカデカグネが同時に出るこのモーション、マジでかっけえよな。ダメージがズバワーンって出るのいいな、なんかダメージ表記が出るのいいね、やっぱりソシャゲのやりすぎかな。なんかダメージ表記が出るとさすごい爽快感を感じちゃうんだよね。もうその数値をもっとでかくしてやろう、もっとでかくしてやろうっていう、このもう俺ソシャゲ脳なんだろうな。多分ソシャゲ脳なのかもしれない。はい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 、いやーかっこいい今のスピン。お、敵カネキか、カネキ輪郭ですね。あの箱壊したいな、食らえ、俺はズバン、やばいスタンしろ、やばい、いやー結構持っていかれた。はいスタン、
からのズババ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 ン。一発2100から2200ぐらいだな。ちょっとあの箱壊そう。これオールオブジェクトのあれだったかな、ミッション入ったかな。最後はこれで決めたい。ズバン。いやー、決めれなかった。決めきれなかったな。今当たったのか誰か吹っ飛ばさなかった、アニマか誰かが。かっこいいこのムカデはね、右手分左手分うわーみたいなわかるかな、ナルトのあのキュービカの時みたいなモーションなんですけど。はい、ということで今回はムカデカネキ、手に入れたんで、まあそれの自慢動画でしたすいません。石はすぐ溜まります。8000個長い道のりのようで、1週間あれば、あまあ5000個ぐらいは溜まるんじゃないかなと、思いますので、皆さん、ぜひですね、この機会に、ムカデカネキと篠原さんですね、新たの、まあ、ディフェンスでめちゃくちゃ強い篠原さん同時にピックアップされて、すごいチャンスですので、まあ、欲しい方はぜひ交換してみてください。というわけで、また次回の実況動画でお会いしましょう。